里崎チャンネル。こんにちは。これちょっと前コメント欄とかにもあって、はい、私も思うんですけど、試合が雨で中止になりましたっていうことあるじゃないですか、うん、そうしたらまあ試合の時間丸々空きますよね、うん、3時間4時間、うん、何してるんですか。雨の日の過ごし方、はい、で語りましょうか。はい、お願いします。まず基本的にいつ中止になるかが大事なんですよ。ああ、そうですね。ギリギリもあれば、ギリギリもあればナイターでもう12時ぐらいから中止っていうのが、うん、はい、もう球場来た時点で、あ、今日中止っていう時もあるじゃないですか、はい、まずもう12時ぐらいに中止っていうのがナイターで、うん、早々、もしくは1時とか、うん、もう練習前に決まってたら、はい、もう練習は全体的にアップですね、うん、おー、軽く軽く、はい、もし疲れてたら、はい、もしくはチェックしたいことがあったらチェックするだけで、うん、まあもう本当調整ですね、はい、で軽く練習して、もし治療とかマッサージなければ、はい、うん、もうホームだったら帰ります家。あ、じゃあもうほぼ休みみたいな感じですね。そうそうそう、だからもう下手したら5時とかには家に帰ってるかもわかんないですね、はい、へえ、そっから何するんですか。他球団の試合とか見るんですか。いや、見ないです。もうビデオ見たりとか、はい、映画見たりとか、はい、もう普通にテレビ見たりとか。だってもうテレビとか見ないから、うん、その時間。そうですね、うん、あ、こんなバラエティやってるんだって、ね、アテンダーみたいな、うん、でもしそれが遠征先だと、はい、遠征先はもうチームの練習終わったらそのままもうバスで帰るんで、はい、ただもう、はい、フリーなんで、はい、じゃあもうちょっと早めに、じゃあ飯行こうよって言って、うん、全員で、もし神戸とかだったら三宮焼きの旅に行ったりとか、うんうん、札幌だったらジンギスカン行ったりとか、はい、もう早めに食事に行きます。いいですね、遠征先満喫できて、雨だけど、はい、うん、でしかも、はい、次の日もナイターじゃないですか、うん、で一歩間違ったら、はい、もう7時から、はい、ジュレーンって一周するぐらい遊んでる時ありますよ。雨中もいいことに、はい、うん、どうせ次の日もナイターだから、はい、そっか、そうですね、はい、時間めっちゃありますね。そう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 、うん、そっか、いいですね。だから10時間ぐらい遊んでる時もあるんですよ、うん、やっぱじゃあ雨中になったらよっしゃーって思うんですか。そうなんですよ、どうせ後でやるのに、はい、よっしゃーって思っちゃうんですよ、はい、だから でももしやりたい練習があったら、そこでウェイトトレーニングしたりとか、はい、ハードワークしたりとかっていうこともあるし、うん、治療したかったら治療したりすることもあるし、うん、買い物行く時もあるし、はい、早く終わったから、うん、そのまま買い物出かける時もあるし、はい、これが早めに決まった場合ですね、はい、ギリギリの場合もあるじゃないですか。うん、もう本当早く出してと思うぐらいで、5時40何分とかに出す時もあるじゃないですか、うん、でも5時40何分に でもね、30分前ぐらいにはもう中は知ってるんですよ。なんですね、発表が、はい、発表5時半ですみたいな、5時半ぐらい、だから5時ぐらいでも知ってるんですよ、うんうん、今日中止みたいな、はい、で発表5時半だからって、うん、だからもうそうなるとやること終わってるじゃないですか、はい、もうそしたらもうそのまま風呂入って帰ります。ああ、じゃあもう試合が始まる時間には帰れるって感じですか、ね、そうそう、だから雨降ったら何やってるんですかって、うん、もうシンプルな答え、はい、何もやってないってそんな何もやらないもんなんですね。うん、うん、逆にやることないですもんね。ああ、まあそうですよね。だって前私聞いたのは、松井和夫さんが生き物係の大ファンなんですよ、はあはあ、で雨中止になったからライブ行ってきたみたいな感じでしたもんね、うん、でもいきなり行けるってすごいですよね。チケットどうやって取ってるんですか。いや、やっぱもうあるんじゃないですか。だってもう登場曲も生き物係だし、うん、でもそこがすごいですよね。岡島選手とかと一緒に生き物係行ったって言って、そのチケットをすぐ取れることがすごい。アメチをじゃ予測してチケットも持ってた。いや、持ってないでしょ絶対持ってないから。いや、そこはもう関係者ですよ。関係者俺とかは、はい、クーラさんとかボアのライブとか行ってたけど、はい、デーゲーム終わりに行ってたよ、夜だから土日とかで、あ、そうですか、うん、デーゲーム終わってからだったらいけるねみたいな、はい、あ、クーラさんもボア好きだったんですか。そうそうそう、だから早めに終わってほしいねみたいな、うん、試合、確かにそうですね、うん、なんでサトさんボア好きだったんですか。なんきっかけ、なんなんやろな、忘れちゃったな、きっかけ。ずっとボアでしたよね、当時。そう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 、愛と同じ、あ、それじゃないです。あ、ビーザマンなんで、はい、それじゃないです。それはバレンバレンティン、バレンティンじゃかどうかバレンシア、まあ、はい、調べてください。あ、ごめんなさい。はい、はい、もう超雑談でした。でもみんなで、ね、なんか好きなことやってる。うーん、本当食事に行く人もいれば、はい、治療行く人もいるし、うん、そうやって映画とか行く人もいれば、はい、家で映画見たりする人もいるし。はい、じゃあもう逆にない時もずっと球場にいて練習してる人がいるんですか。だから若手はね。若手はそこから練習が始まるから、はい、特打とか室内とかで、はい、うん、特打ちとかなったりするし、はい、でもその室内がそこしかなかったら、うん、ホームビジターで練習が変わるから、
ホームが終わったらビジターやるから、残りの人はこのビジターが終わるまで待っとかなきゃいけない。あ、そっか。練習を。雨中でもその練習ってビジターの人はそのホーム球場のところを使うの？そこしかないじゃん。あ、そうですね。だそこで、はい、だからもし仙台だったら仙台の室内練習場しかないから、はい、ホームがやったらその後ビジターがやって、はい、でビジター終わってからホームの人たちが自主練するよね。あ、そっか、自主練でじゃそれまで待ってないといけないんですね。そうそう、だから逆に言うとビジターの選手はその自主練ができないの、はい、場所がないから、うん、そうですね。だから室内とかでやる、ブルペンとかでやる、へ、仙台とかだと。あ、なるほど。でも野手やりにくいですね。うん、そうそうそう、だからほぼ何もしないで、はいはい、あとピッチャーが難しいと思う、その先発ローテーション で、はい、でギリギリまで作ってて、はい、中止になったらスライドさせるか、うん、スライドさせないかの問題は難しいと思うんですけど、うん、みんなが思ってるほど、はい、雨の日に何もしてないんだよ。へー。え、でもさ、ビジターの人って筋トレルームとかって借りられるんですか？ゴールドジムとかと契約してる、全国に。あー、なるほど。でそこでその近くのゴールドジム行って使えたりとか、うん、あとはなんかホテルとかだとフィットネスジムみたいなのがあるホテルとかあるじゃん。あ、ね、そしたらそこを使えたりとか。なるほど。ゴールドジム行ったりとかでして、うん、使ったりもしてるし、はい、その球場のウェイトルームを借りてやる人もいる。なんかこの間それこそ成瀬さんとちょっとお話ししたんですけど、うんうん、その時にセリーグとパリーグで全然その使用の仕方も違うって言ってて、うんうん、パリーグは結構そのジムをお互い貸し合ったりとかもする。そうそう、ウェイトトレーニングね。セリーグはそれをしないっていうルールだったみたいなこと言ってて、だからバレるからでしょ、予告先発じゃないから、先発投手が。そうらしいですね。で残ってたら違うし、そうそう、トレーニングとハードしてたら、はい、足投げへんないねやって分かるし、うん、はい、いなかったら足投げるかもっていう、はい、その秘密がバレちゃうから、うん、その多分行き来させないんだよね。だから貸さないんですね、うん、今はもうなくなりますよね。そうそうそう、だから基本的にはそのゴールドジムとか、はい、そういったところのジムと提携して行ったりしてる人は多い。まあ借りることもできるっちゃできるんですね。そうですね、だからパリーグとかだともう比較的、うん、その球場のだからその上がりの先発ピッチャーとかは、うん、そのウェイト上でトレーニングしてると思う、はい、普通に借りてね。まあ、でも若手だけなんですね、そうやって残ってやるの、うん、もうベテランとかもなってくると、うん、休めるうちに休もうってなるから。そうですよね、だって連戦だったらそうなりますよね。そうそう、やるべきことやって、はい、うん、ちなみに、まあ、雨の日に雨の日に僕は強いんですかってことですよ。あ、なるほど。試合でなるほど。だから雨、神宮、うん、ビハインド、満塁になったら、はい、無敵になる。え、でもその雨って雨中にはならないけど小雨になるんですか？そう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 、雨降っても試合してる時に、はい、雨、神宮、うん、ビハインド、はい、満塁になると、はい、スーパーパワーが発揮されるんですよ、はい、2年連続満塁ホームランですよ、うん、あ、前な喋ってましたね、その動画の中で。3年目も満塁で回ってきたんですからね、はい、でも晴れてたから打てなかったです、うん。でも雨の日に一番難しいの何かっていうと、はい、うん、このヘルメットのつばから水滴が落ちるんですよ、雨の、うん、あれがすごい気になるんですよ、はい、打席の中で、うん、だからここにロジンやってましたもんね。へー、落ちてこないように粉を、へ、どうなんですか雨の日って、このバットの当たる感覚とか、なんか球の感じとか変わるんですか、雨と晴れで。手が滑る時とかあるんですね、やっぱ雨で。あとは下がね、土がぬかるみとかによって。だから雨は難しいですね、正直。なのに強いんですか？相手がミスが多いかもかね。いや、ミスあるんで、雨の日は滑ったりとかいうところで、うんうん、ピッチャーも絶対投げづらいですよね。あとは人工芝のスピードが速くなるんで、うん、雨が降るとね、球足が、うんうんうん、そういったところでは、まあ、打者有利になる可能性はあるんですけど、うんうん、だからドームの時本当に楽だったっすもん。天気予報気にしなくていいん で、はい、で雨降ることないじゃないですか、うん、まあ、降っても試合中止にならないじゃないですか、はい、でも外マリンとかマリン仙台、あと神戸とか、うん、あとセリーグの球場の時はもう天気予報毎日チェックですよね。そうですね、いや球団も楽ですよね、ドームの方が。だって、まあ、チケットをね、払い戻ししなくてもいいし、うん、はい、いや、そうですね。いや、まあ、でもアナウンサーの人は、はい、雨降って中止になったら何するんですか？その来て球場に。あ、もう帰ります。ラッキー1で早上がりですか？うん、そりゃそうですよ、うん、はい、一応もう勤務になるので、それで、はい、で私たちは大体2時の練習、ホームの練習が成田だったら2時に来て、で大体規定が8時間なんですよ、勤務が。だから大体成田終わった後の取材までして10時とか11時なんですけど、
ナイターがなくなったらもうないので、一応8時間勤務したことになって帰ります。最高ですね。最高なんですよ。だから早く中止出してほしいんですよ、うん、で次の日もリポーター入ってたらもう次の日の準備できるじゃないですか、うんうんうん、ナイター入ってて次の日もまたリポーター入ってると、そっからその日の選手の記録をつけて、うん、次の日の質問考えたりとかしないといけないんで、もうアメチュウマジで好きでしたね。でも私、うん、サンシャインガールって言われてたんですよ。晴れるんですか？私晴れちゃうんですよ私アメチュウに当たったことをこの5年間何歳やってて、うん、リポーター入った時に多分1日しかないぐらい、もうなかった、もう当たりたかったな、アメチュウに。だってビジターで雨降って中止になってホテル帰った時のあの優越感、はい、たまらんすよね。あのちょっと明るい時にまだ家いるって、ね、いいですよね。ホームで家帰ってまだ明るいっていう、はい、あの優越感、うん、たまらないですよね。どうせ後でやるのにね、はい、で後でなんか十何年生になって、はい、マジきついちってそうですね、あといいかなって広がってこれもね、あるあるっすね。どうせ後でやんなきゃいけないのに、はい、めっちゃ喜ぶ。でもアメッチュはアナウンサーも選手もよっしゃってなるっていう、うん、で実は、はい、みんなが思うほど、うん、雨降った時何してる、何もしてないが正解です、はい